口縄です。今日ははい口縄がアニメの何や中古ショップで100円で買ってきた、はい、こちら買いすぎ。もうちょっとちょっとそっち持ってみよう。これをね、はい、ただヘビにね見てもらう、見てもらう、それだけです。まあ自慢したいだけなんですけど。いや買わなくてこんなやつあるんだから。はい OK、はい、でこれを紹介していきたいと思います。はいはい、それではまずあんまり驚かなそうなところに行こうかな。はい、まあ、多分絶対見えてない、見てないアニメね、これですね。いやいや、はい、グランクレスト戦記の一番くじの B 賞ですね。あ、B 賞、はい、いいね。100円これ100円ですね。おー、まあちなみに、はい、僕引いて、いいや、この一番くじ引いてるんですけどね。で、持ってます。持ってるんですけど、100円は安すぎるよこれ。なんか 見たことある絵だね。ああ、なんか他のに、うん、いやどうだろう、でも分かんないな他の、うん、まあここに、ここに名前書いてあるから、うん、はい、よかったら調べてみて、はい、他のアニメは分からない、書いてあるからね。なんかサイン付きじゃん。あ、そう、サイン付きって書いてある。そう、2つ書いてあるんでしょサイン。確かに赤だった。で、はい、次ポスター行っちゃおうかな。はい、あ、これ、ね、これこのアニメ見てるでしょ。これ見てる、まあ、インフィニットストラトス。これはね100円で5個ありました。あ、今大丈夫だとしてことは、はい、5個あこうか、はい、5個あって、全5種類じゃん。そうなんだよ、そう思ってね買ってきたんだけど。まさか。はい、ラインナップこちら。はい、かわいいな。うん、あれ、いや、どれが欲しいかなって言ったら、いや、やっぱこのあれかな、ナース姿かな。あ、いいね。うん、みんなナース姿な、これいいね。はい、開けてくる、ま、開けない、開けない。さあ、そして次こちら、はい、あ、リゼロの特大ポスターですね。特大ポスター、全2種で、どっちだ、あ、そっちか、多分そう、この絵だ、多分ね、この2種類なんですけど、多分こっちが入ってると思います。これゲームセンターでね取ろうとしたよね。うん、覚えてる、覚えてる。取れなかったんだよね確か。うん、100円、はい、かわいい。わかんない、中はもしかしたらボロボロだったりするかもしれないけど。え、でも箱綺麗だね。うん、多分開けてないと思うんだけどね。さあ、そしてまた、はい、リゼロの特大ポスター全2周。あ、あれ、こっち側ね、なるほどね。あ、じゃあ、あ、そういう風になってるんだ。そう、こっちの、気づかず買ってきちゃった、何も。そうだね、危な、この2種類100円でじゃあ手に入れました。じゃあ今度こちらの絵柄ですだと思う。これ嬉しいね、はい、いや、そうでしょ、はい。そしてまたリゼロ、今度 C 書のポスター全1種。はい、なるほど。これなんか記憶だとどうだったかな、1種類1ワンロットに1個しかなかったような気がする。なるほど、はい、C がね、うん、気がする。こちら、はい、次、はい、こっからか。嬉しい、嬉しかった俺。大丈夫だ。こちら一番くじ。レッツマッスル。マジ？響き？え？あ、違うか。なんだ。なるほど。ダックか。ミジロライアン。ミジロライアン、そうだ。うん、危ない。もう名前忘れてるわ。なんかそのふうに言うよね。SR サポートカード。これがですね、これを2個買ってきました。何？これね、一番くじの馬娘3段 C 賞全5種。はい、ミジュライアンね、おっぱいがいいね、筋肉のこと話すからね。そうね、ちょっと気になってたんだけど。さあ、そして次はこれですね。はい、これも
同じ新種全古種のうちの一種類ですね。はい、はい、こちらです。あー来たー。これはもう可愛い。目がね、目が桜色してるからね。あ、ほんとだ。あ、桜バックシーン。おう、あ、ほんとだ。2つこれもそうだよ、2つ売ってたから2つ買ってきました。俺ちゃん持ってない。そう、持ってないからね。ゲームでは。いや、その、何を？え？持ってない。あ、そのサポートカード。うん、あ、そうなの。あ、持ってないのか。さあ、次。はい、はい、これリゼロの D 賞イラストボード。はい、はい、ヘビが多分好きな。わあ、出た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 。エミリアの小さい頃のね、写ってる。やば、100円です。おい、あーよ、いい、遅いかも。遅いな。はい、あ、これはまあいいや、適当に紹介して。これはプニプニした。はい、俺がなんか適当に買ってきたやつ。マイテツね。マイテツ、はい、ね、あのモノベノっていうほら、ああゲームね、あの書いた人のやつだと思うんだけど、その後に出たやつだと。あ、わかんない。やめよう、やめよう、やめよう。はい、次次次。はい、これも嬉しかった。彼女をお借りします。 D 賞、はい、ルカですね。ルカちゃん、はい、ヘビは多分見てないから分かんないと思うんだけど、まあ、好きでしょこっちはね。うん、でそろそろその他ヘビをちょっと喜ばせようかな。僕のヒーローアカデミア。さあ、この裏で分かるかな。うわー、これで分かるかよ。普通黄色だから、黄色だから。すげえ、トガちゃんです。トガちゃんじゃないです、僕は。あれ、そうなの。違うよ。誰、わかんないじゃん。あ、そうなの。みんな可愛くてわかるのって。お、2個買ってきました。はい、だからヘビ2個あげます。すいません。ちなみに俺が好きなのは出たトゥワイスです。じゃあそのつながりで、はい、あ、いいね、おちょこ。あ、裏から見えるか。ヒーローアカデミーのお茶子のなんか、うん、アクリルスタンド、はい、多分バンクリかなと思います。はい、100円。いいですね。はい、アクリルスタンド。はい、ソードアートオンライン。これ F 賞って書いてるから多分一番くじのアクリルスタンド。レブだ。ソードアートオンライン。そうだ。さあ次。はい、はい、来た。ご注文はウサギですか。はい、これも多分一番くじだと思うんですけど、 T 賞って書いてあるんで、そうだね、一番くじじゃない。 A3 クリアポスターのマヤちゃん。はい、はい、見てください。やっぺら。ご注文ウサギ見てる。見てない。見てない、うん、見てない。残念、100円だからそれ。はい、はい、同じく。うわ、はーい、チオ R 賞ね、かわいいね。はいはいはい。さあ、残り少なくなってきたよ。さあ、ここに膝っておかしい。おかしい。長くない？おかしくない。ラブライブのダイヤちゃんのアクリルボード J 賞ですね。これも一番くじかな。はい。はい。100円です。100円、まずい。横側かわいい、はい、確かに横はいいね。鬼滅の之助アクリルスタンドです。はい、100円の価値が微妙です。あ、これペンスタンドだ。またほら、あ、本当だ。あれ組み立ててなければ分からなかった。なんだこれってなってたね。ここに刺すとこがあるん。そうだね、うん、あ、見えるかなこれね。はい、はい、どうぞ。ヘビはあまり嬉しくなさそうかな。嬉しくない。さあ、それでは次ですね。嬉しくない。これ開けるか。クロックだね。そう、トラル科学のレールガンのエレクトリッククロック。開けちゃおう。ボロボロだね。100円だから。これ付録だよね、なんかの。付録だね、本に入ってたね。うん、ああ、ここにあった付録。名前は何？電撃か。こうだね。はい。電撃文豪。電撃の G、マガジン、G マガジンかな。お、いいねー。これな、音鳴るの？あ、なんだ？
これ光であれだな、充電するやつかこれ。あーなるほど。発電して多分2011年4月号って2011年。すごいな、11年前か。じゃあこれなんか喋ったりはしないんだよね、クロックだから。うん、そう。あ、ただの時計か、うん、目覚まし時計とかではないもんね。知らないんだけど、まあまあいや、ちょっと出す。あれ、あ、ほんと、あ、なんか、いや、これデジタルにもなることですね。ああ、ただあれか、うん、写真がここに挟まってるだけだね。そう、これあれだね、見坂じゃなくて、じゃあちょ、例えばね、変えちゃっても。あ、いいんじゃない、うん、そうかそうか、写真立てみたいなやつだもんね。黒子に変えようかな、いい羽で。さあ、ラスト、はい、ラストに撮ったところ、ダン、グラス、灼眼のシャナの自称グラスってことは一番くじかな。一番古いじゃん、アニメの中で。あ、この中だとそうかもね、うん、さあ開けてみようか。これはヘビ、どうだろうな、嬉しいかな。お、どう、シャナの忘れたぜ。いいじゃん。あ、でもね、これあれだ、すごい、あ、いいじゃん、パジャマ姿ね、パジャマ姿、はい、どうぞ見てください。はい、かわいい。あ、これだよね、これね、この絵柄だ。髪の毛がさ、この絵柄黒だもんで、シャナとは感じないな、なんか。ああ、赤があれ、尺がだっけ、目が赤だっけ、忘れてたもん、それも。そうそうそう、赤だよね、赤、うん、はい、普段は黒じゃないので、なんか変身すると赤になる。そうそうそう、覚えてないぜ。なんかね、世界があるんですよね。うん、うん、うん。いいね、これも100円。やばいね。こんなの100円でしたら何でもかんでも欲しくなっちゃう。まあまあ、そうだね。100円だったら本当に安い。安いでしょ、全部。うん、で、あんの最後じゃないの、あ、最後、ないっけ、ないっけ、から。から。はい。ただの。自慢でした。どうでした？いや、いいと思います。100円なら本当にいいですね。安いです。いいでしょ？なんか欲しいなったら、1個ぐらい。まあ、リゼロかな。あげるよ。リゼロでいい。これ開けてみたいですね、本当に、うん。うん。開けないけどね、まだ。まあまあ。飾るときで開けるのは。うん、はい。はい。って感じです。以上。はい。口の自慢でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。